こんばんは。東海市民の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は新年会ということで、いつもの先輩と2人で一緒に飲ませてもらってるんですけども、今日ね、喋りたいことがあって、まあ、あって言っても大体喋ったんで思うんですけど、IKEA って、そう、後輩に行け、あのショッピングセンターに IKEA じゃないですよ。ショッピングセンターというか、でね、建築関係に勤めたらしいんですよね、IKEA って。建築関係、クレーン車の会社ですよ、うん、でね、あれですよ、あのさ、この間ね、旅行行って、コドネってあるじゃないですか。コドネってわかります？ここがね、コドネ、コドネ、そう、チョコレートが入ってるやつ、ね、チョコレートが入ってるやつ、こういうやつ、どう？ここね、こういうパンあるじゃないですか。このね、こうやって IKEA がね、これ動画ないかどうかわかんないけど、 IKEA がこのねばっかり食ってたんですよ。で、自分と隊長はね、高校時代の部活の先輩、あの時ね、そう、だから3年生の時の私は1年生なんですけど、でそのコドネをね、あの IKEA ってやつがいっぱい食ってたんで、これ IKEA の名前出していいでしょ、もう池にいたね、IKEA ってあの体操選手の、そう、あ、そう、池田乳が IKEA になったみたいなもんだ、あれ、うん、で IKEA がね、あれ なんなんですよ、IKEA があれですよ、そう、コロネパンね、コロネばっかり。でよくあそこのさ、学食じゃないけど売ってたんだよね、昔。そうね、富士宮で売ってたんですよ。あ、そういう、そうだ、富士宮で、自分ら一緒に行ってるけど、結構頑張ってたんですよ。自分も一応1年生から攻めんでしたけど、頑張ってたんですか。あいつは1年生だけ覚えてるかどうかわかんないんですけど、鎖骨って骨折してたんですよ、あいつね。だから別に試合にも出ないし練習にも来ないようなやつだったんだよ。でね、自分で一緒に頑張ってんにもかかわらず3年からしたらもう幽霊部員だから、幽霊部員ですよね、うん、言ったらね、そうですよ、来ねえし、でそう、自分は道具だからまだ覚えてもらえないもんで、そしたら IKEA が大体ね、そうで、自分らの代って、あの私らの年代は週休、毎週土曜日が休みじゃなくて、うん、第2第4が休みだったんですよね、うん、私が1年生の時はね、そうで、私2年生の時はもう全部土曜休みでしたから、で私1年生の時は第2第4休みで、緩かったんだね、緩かったっていうか、部活が第2第4じゃないですよ、うん、あの学校が第2第4休みで、そう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 、もう20年近く前ですから、20年前だって、20年前まで言ったんやけど、まあ、言ったらもう20年近く前ですから、でそれで、第2第4休みで、で第2第4、あ、じゃあ第1第3は午前2時間ぐらい練習が、うん、授業が終わってから部活をやったんですよ。でそうすると、あのみんな昼休みのご飯を食べてから練習始めるんですよ。そうで、朝がなかったからよかった、ね、朝、そう、うん、あ、そう、朝がうちの部活なかったよね、そう、なかったからよ。でさ、そうするとさ、あれなんですよ、みんな飯を食べてから練習するんですよ、うんうん、それで自分なんか動けなくならないように、うん、自分なんか上手くなりたかったんで、ね、動けなくならないように俺なんか飯ばっか食ったでしょ。自分意外と結構真面目だったんですよ、まあ、体調もともと運動神経がいいからあれだけど、でそうすると動けなくならないたくない人はやっぱお弁当持ってくるんですよ。あの声がささみのお弁当とか、ささみっていうか鶏肉と、あの野菜、温野菜だけとかを持ってくるんですけど、IKEA はね、IKEA は動かなくていいもんだから、あの YouTuber で、あの私のこと知ってますね、私のこと知ってますね、で IKEA は動かなくていいから、なんだっけな、動かなくていいから ね、あの弁当を持ってこないで、富士宮で買ったパン食うんですよ、でコロネ食うんですよ。でこの間ね、コロネをね、うちで食ってる時思い出したんだけど、違う、うちにたまたまコロネがあったんです。でその時に IKEA のことを思い出したんですけど、コロネがね、コロネあるんじゃないですか、クリームのコロネ、うん、でクリーム入ってるんじゃないですか、でクリーム上からクリームってチョコレートじゃん、チョコレートで、チョコレート食って上から食うと下の方ちょっと甘いの、うん、ね、ブってるんでしょ。そうすると余ったところに、うん、IKEA はね、毎回コロネでカップラーメンを食ってたんです。あ、そうだっけ、あいつコロネと、あのビッグなんとかとかいうカップラーメンがあって、それを食ってる時に、あの IKEA はそのコロネの最後の部分を七輪につけて食う。
あれが俺はもう本当に頭きて、もう暗くなってるんだけどね、こっちはね動けなくならないようにと思って必死で食べ物をちゃんとみんな結構考えてますよ ね、それプラスほらあれ、あの動けなくならないようにと同時に、あの時はねもうバカはバカなりに考えたから、そうで、かといって食べないとちょっと不安なんですよ、そう食べないと不安だから、食べてこれならいけるというものを、富士宮のじさんまだ知ってないと思う、そう、あのいやいやまだね、まだ私がね7年ぐらい前の時生きてました、ご健在でした、もう死んじゃってるかもしれない、そうね、あれ千葉市のね市役所の人があの前のね道路をね買収しようとしてたから、もうそう、あの時だってこの道路50メートルだよって、50メートルだよって言ってたよね、言ってましたね、嘘ばっかり言ってね、でお湯もさ、なんか昔の中段板のタンクみたいなのとかお湯を出して、豚麺しかねえしさ、あんなカップラーメンだと本当にすぐなくなっちゃうんだから、土曜日だったら、でね、五十嵐さんがサインしてるからね、そう、五十嵐さんサインしてね、五十嵐さんってあれソフトバンクでメジャーリーグ行って五十嵐さんだよ、これ本当の話だからね、それでほらあれ、ゆうさん、あれ、あの藤宮のジャウでおじいさんもね、今のあれ編集でちょっと解除したいけどね、あれもさもさ、土曜日になるとお湯いっぱい沸かしてるの、ポットで、そう、もうね、2個も3個もあるから、だってはっきり言ってあの人たちね、土曜日だけでも営業成り立つんだもん、だから駄菓子屋でね、そうだって土曜日さ、カップラーメン10個売ればさ、ね、40円ぐらいの利益で400円利益があるとしたら、それがさ月に2回あったら800円でしょ、で私が入る3年ぐらい前までは多分毎週土曜日だから、そう考えたらで400円あればで もやしだって10個買えるんだもん、もやしだって10個、そう、もやしだって10個あるで、あとお湯のポットだってね、あれそれが400円があと10回貯めれば、あのお湯のポットだって買えるわけで、あんな入れてるのは水道水なんだから、で五十嵐さんの前にねまたいたんだよね、強い人が1人、すごい人がいて、プレー中選手は2人出てるんですよね、多分まあ私野球部じゃないんだけど、あ、そう、2人出て、五十嵐さん下にね、いてて、はいはい、すみません、はいはい、で、もう一人千葉ロッテにいたんでね、いや、ちょっと一回これ止めて、じゃあこれを取んないとで、また俺これね、この動画見ないから、俺はあのね、今年ね高校時代の部活の話していいですかね、高校時代の部活の先輩なんで、実名を出していいのかどうかわかんないし、豊岡さんと内藤さんってすごい良かったじゃないですか、で仲良くないんですよ、別に、ウェイトも一緒に出ていつも喧嘩してるんだよね、そうで、いつも喧嘩してるじゃないですか、でウェイトしてるのって、リュウさんと、まあ、ニコベン先輩で言った豊岡さん、内藤先輩、あとノブさん、うん、で内藤さんはめっちゃウェイトしてましたよね、うん、いつも言ったね、でそうで、豊岡さんはウェイトしないけどウェイト上がるんですよね、多分元々、そうそうそう、でね、あの二人がいつも一緒に帰ってたんですよ、喧嘩ばっかしてるけど一緒に帰ってたじゃないですか、あいつね、あの花火川とのぶとだから、そうね、そこなんですよ、うん、でさ一緒に帰ってて言ったらね、部室出て、うちの部室あの駐輪場から4個ぐらいの部室、4個目ぐらいの部室だったよね、4箱目みたいな、トイレを入れずに4個目ぐらいの部室で、うん、あ、トイレあった、ありましたね、で懐かしい、でさ言ったらさ、あの2人ってその今のゆうさん言ったみたいに住所が、うん、一緒にいつも一緒に帰ってても、駐輪場まで行ったら、駐輪場を出て、内藤さんはまっすぐか、要はね、内藤は北の方行くんだよね本当は、そうでも駐輪場はこれで言うと物質がここにあったし、もう酔っ払ってきて、物質がこうあってここに駐輪場があったとして、で駐輪場出たら内藤さんはすぐ、あ、内藤さんまっすぐか、内藤さんはまっすぐ、うん、で豊岡さんはすぐ左に行けるんですよ、内藤はね、あの幼稚園の方にこうやって、あ、そうだそうだ、行けんの、そうだ、そうだ、もう一緒にいつも帰ってたって、うもう駐輪場まで 40m ないですよね、ない、物質 4つ目ぐらいですね、30m ぐらい物質、あ、物質、駐輪場行って、駐輪場ですぐまっすぐ行った、あいつら仲いいの、左だったり、仲いいんだ、あいつは、あれ何だったんですかね、ね、毎日喧嘩してて毎日仲いいんですよ、ホモだとか、なんとか、そう、
言われたけどさ、ナイトさんヤクザみたいな顔してさ、うんうん、そう、あいつはね、あいつはね、チンチクリンだから、チンチクリンだから、で、一回ね、釣り行ったら超優しかったし、あいつはね、私結構 SNS とか好きだから、頭がね、そう、もうね、ほんとこんなナイト見てくるのがね、で、SNS とか好きだから、こう、釣ってる魚とか取りたいと言ったら、で、内藤さんがね、じゃあ俺が取ったところで、こう、釣りない、そう、あいつはね、釣りが趣味だったから、優しい、そう、その後ね、高校卒業した後に釣りが、なぜか釣りが趣味だった。それと逆もあるんですよ。例えば、まあ、私らの同期でね、イケア、居残し、伊藤、まあ、その他いろいろいましたけど、イケア、居残し、伊藤って3人 Y がいましたから、あと、大将がね、うん、あ、3人だっけ、いや、何人かいましたけど、大将がいろいろいましたけど、イケア、居残し、伊藤っていうのは3人ね、イケアってね、いたじゃないですか。で、伊藤とボビーさんっていうか高橋さん仲が悪かったけど、うんうん、私と高橋さん毎日一緒に帰ってて、うん、でも例えばね、伊藤とボビーさんが帰る方向が一緒だから、うん、帰るってのは分かるんですよ。伊藤どこだっけ、伊藤は今の自分家の近くなんで、ま、の方です。あ、かで、あそこは一緒に帰っても分かるんだけど、なんであの2人が、いや、だけどさ、ね、だけど、だけどその後のなんかもう飲み会だのなんだのっていうのは伊藤は来てたんでね、来てました、うん、あ、そう、伊藤の話で、伊藤はいいやつだから、伊藤とボビーさんが、高橋さんがいつも一緒に帰ってたじゃないですか、うん、あれもよく一緒に帰ってられましたよね、うん、まあよくね、続いたよね、それもだからもうね、それも部活なんでね、やっぱりその仲悪い人たちが目標が一緒だと続くっていうのもある、目標が一緒だから、こう、それはそれも部活、そう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 、わざとやってこったよね、イケアとね、うん、でもぶってますけどね、イケアはね、毎日コヌネ食ってて、うん、小ネギ食べてたんだっけ、あいつがコヌネ食って頭くんですよ、うん、小ネギ、いやー、頭くんだ、あれ、あと伊藤とね、あとね、なんか変ないたんだ、もう一人な、いたな、あの、スタンダードコモリアとかね、コモリアね、コモリアなんか今すげえ、もうなんか昔のプロレスラーみたいな、何やってんの、わかんないですけど、まあ、真横になっちゃってました、あいつ会いたいってやつが、同級生がいて、コモリア、それ今度連れてこうかなってさ、トコラシビー大好きで、いつもグッドボタンを押してくれてる人で、ありがとうございます、ね、宇治家って言うんだけど、コモリア、え、宇治家、全部素晴らしい名前ですね、そう、コモリアがね、神の家って名前、私は山田なんで、ね、うん、山に田んぼの田です、どこにでもいそうな名前なんですけど、そうでも楽しくやってますんで、まあ今年こそはね、うん、ちょっとどうにか、まあチャンネル登録者数は別に目指してないよね、じゃあ、まあもちろん本当は欲としては目指してますけど、まあまあまあ本当はそうだ ね、なんかね、こうね、極端なファンみたいなのがいっぱい作ると嬉しいですね、そう、そんな感じで、じゃあどうも終わりたいと思います、どうもありがとうございました、すいません、じゃあ終わります、じゃあありがとうございました、どうもすいません、いつもすいません、じゃあいつも大丈夫、ありがとうございます、どうもありがとうございました、じゃあ、本編いきます。じゃあ、よしよしよし。あだ。はい、あの、スープっていうかね、シチューみたいな感じだね。ヤフオクドーム。ヤフオクドーム、来ました。正解7の。順番で、なんか書いてあげます。はい。